皆さん、おはこんばんちは、ミラクルゴルファー、ママポでございます。はい、えー、今回ですね、えー、今持ってますね、パター、そしてこれウ、ウェッジ、この共通して言えること、えーまあ、どういうふうに考えていくといいのかと。 まあ練習の仕方も含めてちょっとご案内していきたいと思います。まあパターでいくとこれも第4弾っていう形になるんですかね。はい。えー、結構ね皆さん、うん、悩んでるポイントじゃないかなっていうふうに思います。でよくあの、私も、まあその、えー、教えてるときに教わる側のね、人たちの、えー、まあ理解度とか、まあどのぐらいを目標にしているかとか、 そういったことを踏まえて、一応こう、いろいろと教えること、教える内容、えー、そのタイミングで何を教えるかみたいなことを、まあ選択しながら、一応こうビジョンを立てて、皆さんにこうご案内していっています。で、まあちょっと今回の話は少し難しい話になっちゃうのかもしれないですけど、同じ打つにしても、こう、一つのショットにしても、 やっぱり種類が違う。そういった部分を少し気にしてみるっていうことが上達への一歩かなと。まあこれはできなくてもいいんです。気にしてみる。これが大事だと思います。ということで、まあ早速いきたいんですが、まずパターンで説明していきましょうかね。まあ3回やってますんで、こ第4弾ですから、いろんなね、こう情報を皆さんにお伝えしているんですけども、今回はバックスイングのね、仕方。 っていうのを少しご案内していきたいと思います。で、まあ皆さん普通に構えて、このままね、バックスイングパッと打つんですけど、ほとんど、う手い人、パターの上手い人っていうのは、やはりこのスタート、構えてからボールを打つまでのこのバックスイングですね。テイクバックのスタートがやっぱり、こう、ゆっくりではあるものの、しっかりと芯がある。まあよく、 僕らが言うのは圧がかかってるかどうかっていう話になるんですけど、これいろんな要素があると思います。腹圧だったりとか、ボールに対するこう、プレッシャーみたいなね、そういったものをちゃんとしっかり持っているかっていうところなんですけど、よくあるのは、手を動かさないでゆっくりバックスイングをまっすぐ引きましょうっていうと、こういうバックスイングですね。素振りするとこう、 これ意外と圧がかかってないし、ボールに対する、こう、重さみたいなのが入ってないんです。これが、違いがわかるかどうかわかんないですけど、圧をかけると、同じゆっくりでも、しっかりと圧がかかっている。そして圧がかかってない。 これは決して手に力が入ってるとかそういうわけではないですね。腹圧とかしっかり持ってバックスイングでしっかり道具を動かす。ボールをヒットするにあたってバックスイングで力が抜けているっていう状態はあまり好ましくないです。ですからボールを打ってみるとわかるんですけど力が抜けている状態でバックスイングして打つとこういう感じですね。 これを同じ距離を打つにしても、しっかりと力を込めた状態。これでインパクトの瞬間のね、ヒットの仕方が変わりますんで、これによってボールの伸びとか、ラインの影響とか、そういったものが変わってきます。これは単純に複圧っていう形なんですけども、ちょっとね、この、これちょっとね、重たすぎるんですけど、 これは3キロのボール、メディシンボールなんですけど、ちょっと3キロだと重すぎるかないいところで止まってくんないですね。このバックスイングで、ちょっとやっぱ重いな。<laughs> まああの皆さんだったら、例えば、ボールでもいいですね。ボール後方に置いて、でこのボールを、 後ろにあるボールをね、しっかりと打ってから、しっかりと打ってから、バックスイングを開始してヒットすると。こういう形で打ってくるといいと思います。これね、あの、圧がかかってない人だと弱くなって、バックスイングも弱くなって、ボールもしっかりと、後ろのボールもヒットあんまりできないで、打っていく形になるんで、この後ろのボールをしっかりと、 打っていく距離同じぐらいを飛ばしてから打っていく。こういう練習をね、ちょっとしてみるといいと思います。同じように、まあアプローチもやっぱ同様なことが言えまして、ショットもそうなんですけど、アプローチもね、この状態からアプローチするときに、こう圧がかかってないと、こういうアプローチになりますよね。そうすると後ろにボールを置くと、 なんか、しっかりと、後ろのボールをヒットしないで打っている感じ。これを、しっかりと後ろのボールも、打ってから、ヒットすると。後ろのボールもね、打ってから、ヒットする。そうすると、この、なんか棒立ちでね、こもってないこう手は動いてないけど、 手首も使ってないけど、こもってない。みたいなそういったアプローチをしないように。まあ、ショットも言えるんですけど、すべてにおいて言えることだと思いますけど、しっかりとして腹圧を使う。これが、ね、大事なんですねで。腹圧の使い方としては、息を吸います。そして鼻から息を、うーんと出して、途中で止めてみてください。うーん、うん、止めてください。この止めた状態でお腹がこう、 パッと張りますね。この状態を保った状態。これが複圧が使えている状態ですね。こういう状態をキープしてショットをすると。もしくは、普段はね、ショット、コース行って、普段打つときはあまり気にしないんですけど、そういう練習をしてみるとか、そういう動きのが体にいいんだなとか、ショットにいいんだなっていうことを、ちょっと頭の片隅に置いていただいてやっていくと。 かなり変わってくるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとね、難しい話になるんですが、もうちょっと細かい話は、ここ、ゴルフ AT で皆さんにご説明したいと思います。それでは皆さんまた見てください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。